モコンチャンネルです。はい、今回からね、いろんなプロモデルですね、まあカーモデルから、まあバイクの方ですね、でトラックで、あとまあ飛行機とか、スペースシャトルとかジオラマですねとかっていうのを、まあいろんなキットで約10個ぐらいですね、作っていくと、前回紹介しました。で今回からね、まあ、1台ずつプラモデルを作っていきたいと思います。で今回はモッドグラちゃんの130系のローレルスペシャルですね、まあ、通称ブダケツっていうやつですね。はい、それを作っていってます。はい、まあ前々回かな、なんか、まあ、紹介した時にベンツですね、アリーノキットのベンツも制作してますが、今回はこちらのローレルスペシャルですねを制作してます。はい、で、まあグラちゃんではね、何個か僕作って、前の動画とかでも紹介してましたが、今回ね一つだけ別の330のグロリアですね、これは、まあ、虹色みたいな感じですね、マジョーラカラー、僕のオリジナルのマジョーラカラーで作って、これも前には紹介してます。はい、それも一個、このまあ言うたら一個だけね、紹介ちょっとまたしていきたいかなと思います。はい、で、なぜこれね、いろんなキットですね、プラモデルを僕約10個ぐらい作ろうと言ってたのが、ここあと1ヶ月とちょっとなんですけど、5月の7日にね、奈良県の御所市にあるね、鴨君の湯っていうところがあるので、そこでね、まあ、イベントですねがあります。でそこで僕は展示ブースですね、一つだけまあ借りて、でそこでプラモデル、僕の作ったプラモデルを展示してね、皆様にね見ていただこうかなと考えてます。はい、まあよかったらね、5月の7日に、奈良県の御所市にある鴨君湯のところでイベントがありますので、よかったら皆さんねお越しください。はい、まあ僕もね、その時にはこういう感じのいろんなプラモデルを作ってね、展示してお待ちしております。はい、お楽しみください。はい、まあそれでは今回は、モッドグラちゃんの130系のローレルスペシャルですね。はい、それをまあボディとか部品にはまだ下地とかね、中華の色とかっていうのは拭いてないんですけど、ボディのところにはオーバーフェンダーですね、はい、をつけて、チンスポつけて、カモメウィングかなもつけてやってます。で今回はそれと足回りですね、はい、を製作してました。はい、また全部の部品には下地とかでは、ミスターカラーですね、はい、の、このメタリックカラーのグラファイトブラックっていうやつを下地で拭いていきます。はい、でそれはまあ黒色なんですけど、そこで、中間の色でね、これもミスターカラーなんですけど、スーパージュラルミンっていうやつですね、まあ、シルバー系、はい、を拭いていきます。ならね、ちょっと前にプラスチックのスプーンでね、ちょっと紹介してたと思うんですけど、この
スーパージュラルミンがこういう感じの色です。はい、まあ、もうちょっとね、磨いたら、まあ本当のねメッキみたいな感じですねに見えます。はい、これを中間の色に拭いていきます。これがスーパージュラルミンです。で、とりあえずね箱の色と同じ感じのパープル系にはしたいと思うんで、僕いろんなねメタリックのパープルとかも持ってますけど、今回は、ちょっとくすんでるかなとは思うんですけど、このね久しぶりに使うんですけど忍者パープル、はい、を使ってみたいかなと思います。ちょっとね、ここ1年ほどかな、ずっと置いてますのでこんな感じにはなってますが、ちょっとねこんな感じですね、箱みたいな感じの紫に近づけていきたいかなと思うんで、まあ中間の色のスーパージュラルミンの上にこの忍者パープルを拭いていきたいかなと思います。まあどんな感じのね紫になるかわからないですけど、明るめか暗めか、普通の紫になるか、それはもうね僕もちょっとわからないので、やってみます。はい、で気に入らなかったらねまたそこから軽く拭いたり、磨いたりとかして、違う紫をね、薄く拭いたりとか濃く拭いたりとか、まあそういう感じで調整します。はい、で一応ね、こんな感じになってます。で、一応ねポンポンとオーバーフェンダーはつけました。4つつけたんですけど、パテでちょっとこのオーバーフェンダーの隙間空いてるとこですね、を埋めて いきます。はい、ちょっと見えるかな、この本当にねこの隙間とかここら辺とかもね、隙間が空いてます。普通にボンドでつけただけだったら隙間空いてます。はい、で、フロントでしたらね、はい、この見にくいかな、ここら辺、はい、ここら辺が隙間空いてます。はい、で4つともね、隙間が空いてます。で、パテで埋めてそこから下地とかも拭いてやります。はい、まあ乾くのにパテでねやって乾くのに何時間かかるかちょっとわからないですけど、まあなんとかやってみます。はい、それとこのもう画面上でもわかると思うんですけどちゃんとつけてます。はい、この説明書でもね、まあ見てちゃんとねこの端は合ってます。このチンスボね、ここはい隙間が空いてるんでそこもパテ埋めします。はい、でそのパテ埋めはね、パテ使うのはなんかこんな感じ、まあ一応こんな感じのやつパテあるんですけど、まあチューイングガムみたいな感じの板状になってます。はい、一旦これを使います。また足らなかったらね、ちょっとメガドクさんのお店とかで
あったら買って、それでパテでね、まあ調整します。はい。で一応ね、足回り、はい、足回りはとりあえずあとマフラーだけつけたら足回りは完成です。はい。マフラーはね、別で色を拭きますので、まだつけてないですけど、はい、こんな感じです。で、またね、これローレルスペシャルなんですけど、モットグラチャンなんですけど、タイヤが違います。はい。でこれは普通のグラチャンの方についてるタイヤです。はい。モット引っ張りのタイヤですね。はい。それをつけて、で今回はちょっと合わせてるだけなんですけど、はい、ロン車のタイヤ履かせてます。はい。まあいろんなね、マーク1とか、今これ元からついてたやつが、鉄筋の加工のやつなんですけど、それもいいんですけどね、マーク1とか鉄筋の加工、あともういろんなね、メッシュエラー、いろんなホイールがあるんで、それも一つずつね、試してちょっとやってみたいかなと思います。はい。今回は今4つともね、ロンシャン、はい、このロンシャンを履かせてます。はい。でまあ、普通にこれテールね、まあフロントはまあいいんですけど、テールのところは普通にブタケツのテールもありますし、まあスカイラインテールですね。はい。こちらこいつが普通のね、ブタケツのローレルのテールで、こちらですね。はい。これがスカイラインテールの1個ずつですね。端で1個ずつのまあスカイラインテールになります。はい。まあ説明書ではね、こちらの方ついてます。はい。まあどっちもかっこいいと思うんですけど、今回は説明書通りで、やっていきます。はい。で一応ね、最後ちょっとだけ、もうだいぶと前に、作った、これもモットグラちゃんの330のグロリアです。はい。で、これはね100均のセリアさんでネイル用のね、ラメなんですけど、いろんなラメをオートクリアと混ぜて拭いて、でこんな一応ね、いろんな色のマジョーラカラーに僕のオリジナルでやってます。はい。でホイールもね、これ鉄筋のホイールに、鉄筋の加工のホイールにね、虹色みたいな感じで、これは筆で塗ってます。はい。こんな感じです。で、ガラス面もね、クリアブラウンで、昔風のフルスモークみたいな感じですね。フィルムで茶色系にしてます。はい。一応こんな感じで、まあこの330のグロリアですね、もう作って紹介してました。はい。これもね、これも持っていきます。まあ展示します。はい。まあよかったらね、また5月の7日の方で、奈良県の御所市にある鴨君湯さんですね、
で、イベントがありますので、そこで僕、展示ブースをお借りして、でこの作ったプラモデルを展示して皆さんにね、お見せしてみたいかなと思いますんで、その時はよかったらまたね、見に来ていただいたら嬉しいと思います。はい。まあ頑張って、約10個ぐらいいろんなプラモデルを作ってね、やりますので、よかったらまた、いろいろ毎日ねこれちょっと、プラモデルを制作して動画紹介しますんで、よかったらまた見てください。はい、それではまた、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。